彼女は、美坂さんは他人を利用するような方ではありません。これは私自ら望んだこと。あなたのような方にはわからないかもしれませんが。うぜえな、上から物言ってんじゃねえぞ。結局何もできやしなかったじゃねえか。ああ役立たずなんだよてめえは。みそかみここもこんなゴミしか使えないなんてとんだ才能。あ、おっと危ない危ない。情報を聞く前に死なれちゃ面倒だ。ああ、やだやだ、過当なやつほど人をイラつかせんのがうまくってさ。タイプグレートデン、この女を運んどいて。トンコさん、ひどい、こんな。あんたがやったの。だからどうだって言うんだ。ゴミクズがどうなろうとどうでもいいだろう。な、その女、美坂美琴のために動いたんだってさ。他人に精神を委ねてる時点で二流、その上与えられた役割も果たせないんじゃ三流以下だよね。まさにゴミクズ。あんた、サテンさん、申し訳ありませんが、金剛さんと猫さんを安全なところまで運んでいただけませんか。そんな、その猫を守らなければ金剛さんの努力が無駄になってしまいますから。それに友人への侮辱に怒りを抑えられそうにないのは私たちも同じですから。